ブルワー、いやー敵ながらあっぱれあっぱれ。それではさっきのからくり丸の死亡現場その1 これ一瞬血が出てるように見えてびっくりするんだよな。よし、でここはこうなります。落ちないように、結構穴の範囲がでかかったね。こいつはたまげた、たまげた性能だが、ここに一人いるんだよな。よいしょ。お、ようやくしびれを切らしてペロ、腕がつりそうだ。見つかってしまった、楽になっちまえよ。アシラ君、忍法かまいたち、許せ。さあそろそろあのモンスターを連れてきても大丈夫でしょう。そも女性に入らなかった気がするけど、何すった、何をするんでしょうね。わあ化け物だ、 うわー、何気に HP 高いしな。ごめん、うお強い。サジンの術、ふう、なんとかやれたぜ。愛とは耐えることなんだぞ。わあ、あでも優しいね。スーファミ版の時はもっとさ容赦ないダッシュだったじゃんベヒーモス以上の恐怖だったけど、なぜお前がここにあんだー、な、何すったー、愛とは耐え、さあ何回耐えてくれるんだろうなあいつは怖い怖い、ひえ、ほんとベヒーモスレベルにびっくりするんだよ。助けてコムソー鉄線水蓮場所コムソーズ、ずいぶんスタイリッシュだなコムソー。これ今尺八こいつらが演奏で吹いてるのか。この尺八もね、ライブアライブライブで、うん、演奏していた方々の強いな思った以上に苦戦したな。アイテムは欲しくないのでほどほどに使っちゃいましょう。皆さんお揃いで、ちょっとここら辺に座ってこっそり混ざっとく。発見し、ここも一人で来るとね、この発見しと戦わずに済むんだけどね。サジンの術、もうアイテムを使って一掃するのもありだね。見える、そこまで強くはないけど数が多いからね。ここで一気に8人プラス、
ブルワー、いやー敵ながらあっぱれあっぱれ。ここまでたどり着いたくせ者は主が初めてじゃ。主を御敵として憎むより、この城の者たちの不甲斐なさを情けなく思うぞ。だがそれもここまでじゃ。主のような者にうってつけの男と手合わせさせてやろう。さあここで出てくるわ。いでよ武蔵。宮本武蔵。スカイツリーの地下の研究所で骨髄から取り出した武蔵宮本のDNA からクローンを作り出すんだ。掛け軸をペロンとめくって隠し通路。剣の腕で武蔵に勝る者などこの世におらぬわ。あのセーバーのサーバント強えしな。よかった、信長の、信長じゃないか、伊王のちょんまげ引っかかるかと思ったよ。そこを通りたくば拙者を倒すことだ。やはりダメか。一旦帰りますか。あ、戻れちゃうちゃんと戦いましょう。忍びか。忍びだ。よもや再び剣を交える相手と出会えるとはな。見事拙者を倒し己が運命を変えてみよう。二天一流宮本武蔵、弱点は特になく耐性がいっぱいある、うん、見せてもらおう斧が剣。だいぶエコー入ってますね武蔵さん。そこか。これぞ我が王。これぞ我がお弁当。任しちょけ。かたじけない。いい感じにスカラしてやったね。待機中にこっちの移動を挟み、逆をやられるとイラッとくるけどね。烈海王の敵。馬騎天行った時に烈海王の右手も展示してあったわ。ちゃんと断面がね描かれてたよ。よくぞこの武蔵を倒した。閻魔人軍切手の忍びか。主の名あの世でも忘れぬぞ。ちゃんと覚えてくれるかな。忍びとしてしか言ってくれてないからおでいを追うぞ。あれ？あ、ここか。お待ちになってください。先ほど助けていただいたお礼をしたいのですが。女性ね、一人もやってないのに。受け取ってもらえますか？おかしいなとは思ったけど。で、100人切りをする場合は断らなくちゃいけないけども、今回はもう100人切り目指していないので。やった、腰元の帯だ。頑張ってくださいね。え、あいつ何渡してったの。どうするよこれ。匂い、家具。キャー、間違えちゃった。
でここで待っていると、すみません、渡すのはこちらでした。印籠をゲット。頑張ってくださいね。おそらく印籠をその帯に包んでね、包み紙の代わりに包んで渡そうとしたら中身を忘れて外側だけ渡しちゃったっていう、それで間違えたなのかな、それがただ単にアホだったか、まあ後者だろうね。よし、これでようやくおなごたちをやれるぜ。キャーキャー。お待ちなさい、お待ちなさい。ちょっと二人で協力して左右から攻めればいいものを。あれ？いないぞー。しょ、俺たちもいないぞー。あっち行ったよね。行ってないんだな。見逃してくださいまし。正体を見せろ。嫌です。己見破ったか。お待つ。つまりこいつはサボっていたな。そこか。待つ、よく焼けたぜ。許せ。そうだろ、待つ。ふう。アンダドスの下、このひととき忘れないだぞ。エコーがかかった。耐えて耐えて耐え抜いて息絶えた。17回も倒さなくちゃいけないからね。某バーサーカーより長生きだよ。